上の階空いてるからさ、ねえ、アジン族とアニマル族の最強のやつは見たい。電気仕掛けの天使。最強のアジンは古代兵器の研究所に囚われている。学会だと偽って呼び出し、書院を一目打尽にすんべ。これやればモンスター解放されるべ。ねえ、時計仕掛けのオレンジみたいな。いや、私も機械仕掛けだよ。ねえ、ほら、誰かネジを巻いておくれ。キリ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 。スポーン。よし。子だから祈願大福もある。早いとこ子供作ってね。でもゾンビの子供はもう生まれた時からゾンビだからかわいそうだな。ねえ、人間になりきれない。でも大丈夫だよ、魔王はそんなことで差別しないから。とても大事な使い、いや、モンスターとしてこのマンションに。ねえ、よっしゃ。お、来たな。なかなか来るな。おお、なんぼほど来るね。よいしょ。これはぜひとも骨1階と2階で分断して。このドクターがさ、ねえ、遠距離攻撃だからすごいのよ。はいはい、ちょっとごめんなさいよ、強くてごめんね。研究所員が全滅。あと次がボスか。2000しかないのね。ねえ、2回戦だよ。裏社会のドンか。とりあえず入っといて。ちょっと君、特攻隊長で次行ってもらおう。裏社会のドンだったらもう研究所長登場済みが接近してても来たよ。物おじせずに行けるべ。研究所長 G、 このロボがね、なかなか強いんだよ。よいしょー。オッケー、イエーイ。なかなか急ごしらえでも強いね。危ねえ危ねえ。黙った黙った。危ねえ。危なかった。裏社会のドンが逃がしてくれたよ。あとは強くなったこいつらに任せる。完了。オッケーです。モンスター QPD が来るようになった。 QPD、 一体どんなモンスターなのか楽しみですね。ではこの後すぐ。なかなか来ないです。さっきから待ってるけどね。お、来た。新しいモンスター QPD が部屋を見に行く。おお、こいつはいいじゃねえか。見た目的にもいいよ。あ、いっぱい来た。いいよ、住んで。おい、いいじゃないの。強いしよ、強いな。パラメーターがね、平均的に強い。いいよ。ちょっとね、近所の住人がもう相方にまくってるけど。家賃なかなか上げられない。家賃には期待できないのか、果たして。家賃低い。何、強いから家賃負けろ的な。いや、いいけど、もうここまで来たら。ちょっと待って、アジンでしょ。アジンの最強。人間、人造兵器、人間兵器。接近して雷の魔法が得意。電池使ってんの。
家賃収入には期待できないか。太陽が出てると電気が蓄えて強くなる。でも強いからいいよ、住まわしてあげる。他の住人が家賃払ってくれるから大丈夫。ごきげんよう、私です。平和ですな。太陽も出てきたし。あら、魔王出てきたの。日々を満喫してます。魔王弱いな。魔王こんな弱かったっけ。ピオリコ族より弱い。魔王はあれだな、他力本願だな。こう世界征服した暁にはあんたはモンスターに寝首かかれるよ。この住人たちに。住人より弱かったらちょっと危ないよ、魔王様。QPD で上が埋まったからさ、次はアニマル族の最強を見たい。そのアニマル族の最強を持って終わりにするか。最強のアニマル族は人間の子供と仲良し。カリュウドたちを全員退治してアニマル族を解放だ。よし、2階部分をリフォームするか。子供の頃はね、ぬいぐるみになりたかったよね。そしたらお姉さんに抱かれるじゃん。よっけー、来たよ。1戦目来たよ。そしたらまずはどうすっか。お姉さん、お姉さんじゃないわ。よし、ニャイキング行け。これが最後の晴れ舞台、ニャイキング。お、変身した。危ねえ危ねえ。これが最後というその意味は察しの通り。ご存知、お姉さんの胸に抱かれてさ、熊十字テンプルナイツねえ、いいよね、ぬいぐるみって。でも気をつけないと、おっさんの胸に抱かれることもあるから、やめようって思ったね、子供の頃の私なんてものは。オッケー、ニャイキング行け。これが最後の晴れ舞台。やっぱり1階と2階で分断してやった方が一番楽だね。 OK ですよ。お、ちょっと雪んどはあんまり手を出すな。そんな最前線が危ないからね。防御力がちょっとないから危ないよ。ちょっと QPD に任しときな。いや、 QPD は強い強いね。熊十字テンプルナイツ、ニャイキングの居場所がナイツ。熊、もう熊が来たらもうニャイキングたちはもうね、ご存知、察しの通り。よっしゃ、ボスマタギ親子。これ親子なの。まあ、オッケーだね。何も危なげなく殴りっぱなし。オッケーでーす。マタギ親子が全滅。クエスト完了。モンスターベアラーが来るようになった。ベアラー、いいね。クマーってことでしょ。いいよ、クマー大好き。クマのお父ちゃんはね、いいお父ちゃんなの。空き部屋です。リフォームです。ねえ、あ、おお、来た来たよ。来たから早く退去してね。ありがとう、ニャイキング。いっぱい退去していくけど、これね、これが欲しかったの。ベアラマジズ無職か。お前無職か。いや、でもいいよ、記念すべき1匹目だからね。ねえ、ニャイキングはもういいのよ。
また後日また新たにね、ゲームを始めることがあればあるけど、よろしくね、ベアラー。ベアラーは強いのかい？ベアラーをね、この2階部分に住まわせて。ちょっと待って、ベアラーはどんなんなの？アニマル、アンデッドじゃないもんね。アニマル族だよね。アニマル族のベアラー、クマ型モンスターと言っていいのか。敵を貫通する暗黒魔法を使う。入居させるにはかなり先行投資が必要。お尻から綿出てんの。そうかそうか、超遠距離魔法攻撃が敵貫通する、それは強い。遠距離だからな。このキューピーディーとベアラーの階をね、入れ替えました。遠距離が上に行って近距離下の方がいいと判断した結果、いやー、これ以上ないくらいに最強。完成。僕が考えた最強のメゾンド魔王、完成しました。これはもうあれだね、よっぽどのことがない限りここからは変更はないだろうけど、ダンに子供ができます、子供じゃない、恋人ができました。もう動揺しまくりで、ダン、ようやく恋人できたね、ボブママ。そんなあなたにはおしゃれな机をプレゼント。4回戦ボクサー、よかったね、肝っ玉母さんが誕生したよ。ダンは巷ではダン1だという噂もあるけど、そんなことないよね。ダンはダンだよ、多分。ユキが成長しました。同じ名前で無職か。ちょっとあんたんとこの娘さん無職だよ。高校卒業してすぐに無職みたいなもんだよ。でもいいか、無職はね、無限の可能性秘めてるからね。どんな仕事でもやれるよ。はい、家賃下げます。無職には優しい魔王様ね。え、無職っつったって一人暮らししなきゃなんないのよ。ご近所が頑張ってるからうちも負けじと。ちょっと待ってね、あんたんとこ子供はあんまできないから、子宝大福をプレゼントしたらすぐに子供が生まれました。おめでとう、一流シェフ。ドクドク、ようやく子供できたね。ドクビーン、アブ腹筋が、アブ腹筋とかなかったっけか。ねえ、ようやくドクドク。魔王は待ちくたびれたよ。自称勇者が来たぞー、野郎どもー、迎え撃てー。一人だけだ。よっしゃ、一人だけで侮ったな。ボンゴレよ、やべ、ボンゴレ強え。ちょっと待ったよ、ボンゴレ強いよ。ちょっと待った、子供逃げて、子供逃げて、逃げて。いやー、毒瓶。お、黒い。ほら、ちょっと待った。おーい、自称勇者が全滅したけど、ちょっと待って、あんた今黒くなかった？未だに毒々黒いけど。人間に復讐したい、人間に復讐したい。恨みのせいで能力が上がっています。
攻撃力が半端ねえ。復讐を誓う者。子供が人間に倒されるとこんな風になんのかい。親ってのはすごいね。あれ、無職になってる。復讐を誓う者からもう復讐したもんね。トケミはお疲れ様です。住人たちはとても強くなりましたので、そろそろ最後らへんに終盤に差し掛かってまいりましたよね。もう後輩を繰り返して強くなった住人たちを迎え撃て、魔王の台頭を知り世界が動き出した。来るよ、いっぱいいっぱい来そう。対戦の始まりだねえ。でもこの住人たちがいればブベッペに恋人ができました。ほらブベッペ強いべ。そんなあなたにはシャレオツな本棚をプレゼントね。そして小宝大福、今のうちに与えとくから。今のうちに子供作っといて。来たよ、対戦の始まりだ。高王女の学友たちが。そしたらどうやって迎え撃ってやろうか。正面からやったるか。もうゾンビたちも強いから。オッケーよ、もうこんなのじゃ敵じゃないな。ゾンビはね、パラメーター上がったらえらい強いね。オッケーです。と王女の学友たちが全滅。この住人たちの層の厚さ、もうアスリートみたいなね。え、顔つきが違うものね。え、子だから大福あげるから、ちょっと子供作っといて。この人たちも強いものね。え、1階からもうすでに強いもの、その上にはまたさらに強い2階3階4階といるもの。こらもうね、かつてのあの伝説の勇者もすぐにもうケチョンケチョンのストンストーンだよ。白吹雪もな、そろそろ恋人を連れてきてね。愛の回転ベッドを買ってあげるから。それでね、まだ見ぬ恋人とそう回転したらいいじゃない。いいよ、強靭兵団が接近中。来たよ、強靭が3匹も来たよ。いいよ、オッケー、正面から迎え撃て。ほら強いだろうね、馬もね、イナカリアスの血統を受け継ぐ最強の馬になったから、もう強いね。オッケーです。巨人もな、かつてはあんだけ苦労してたんだけどね、もう今やもう数秒だもの。お風呂が欲しいってか。ちょっとあれだよ、水死体みたいにならないでおくれよ。ゾンビが風呂入って大丈夫なのかね。シャワーも怖かったのに。シャワーザーってやったらザーって流れ落ちるかもしんない。そんな心配をしてた魔王様、そんなあなたにアイバルーンを与えようね。パンロも早いとこ、この恋人を。ほら来たから、恋人は。バルーン掲げてたらすぐ来ちゃうね。ダンアドネ、シャーシ編纂室の事務員来たらもう、もうそりゃ
子供作ってね。俺の家賃にも期待してるから。田舎アリアスとかダンとかね、その先人の名に恥じないような活躍を見せてくれよ。フリラ、鎖ラかが成長してもう強いから、やっぱり大台に乗ったね。攻撃力がこうなったらもう負けないね。あーでも終盤、強いの星まだ必要だから、このボロマンだけ追い出します。巨人魔導混成部隊が接近中。混成しちゃったよ。来てるよ、強い奴らが来ているよ。でもこのゾンビ2匹だけで十分な感じはある。ゾンビ2匹とね、パンロがねえ、もう魔法使いだって正面からいけるもの。ゾンビはその特殊能力の攻撃するたんびにちょい体力回復するあれがあるから、ハラメー、あ、子供たち逃げて。おい巨人よ、私の子供たちに何をしてくれている。卑怯だぞ、子供たちに手を出すのは。クエスト完了。 OK です。あとはまだクエストあるかい。はい、お疲れお疲れ。次のクエストに向けて休んでてね。